注意。これらのことが許せる人はゆっくりしていってね。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサだぜ。まずはなんでこんなに投稿期間が空いちゃったのか説明してもらおうか。ごめんて。しょうがないじゃん、岐阜行ってたんだし。岐阜？航空自衛隊の F4 ファントム2が退役しちゃうから見に行ってたんだもん。301号機は旧塗装復刻でスペマになったし、他の EJ や EJ 界のインテークベインにスペシャルマークが追加されたりしたからね。しょうがないね。でもさすがに飽きすぎじゃないか。退役が近くなってきていて全然飛ばなかったりすることは目に見えてたしね。せっかく飛んでも天気がゴミカスでゴミ写真になったりするだろうから、ホテルとか帰りの切符取らないでおいて、マシな写真撮れたら帰ることにしてたからね。結局全予定で3週間使っちゃった。めっちゃ早口で言ってそう。だから今回は名前つながりで FH1、ファントムが解説内容なんだね。そうそう、じゃああとよろ。了解。というわけで今回は FH1 ファントムを紹介するよ。この機体は、アメリカ初の実用ジェット艦上戦闘機なんだ。前置き兼自分語りで一文も使うな。時は1943年。アメリカ海軍はマクドネル社に対して、艦上ジェット戦闘機の開発を依頼したよ。これは当時性能の限界が見え隠れしていたレシプロ機の代わりとして、ジェットエンジン搭載の航空機が主流になると考えていた軍の考えによって発注されたんだ。この時期にはイギリスやドイツなんかではこういうエンジンを持ったまともな航空機が飛行しているしな。実際、軍の上層部が数年前にイギリスに視察に行った時に、ジェットエンジンのデモンストレーションを見せてもらって感銘を受けたみたいなので、それも影響してそう。そういえばなんでマクドネル名指しなんだ。他にもいろいろ会社があっただろうに。1943年といえば第二次世界大戦の真っただ中で、有名どころの会社では既存機の改良や大量生産、堅実な技術を持った新鋭機の開発などやることが手一杯の状態だったよ。ここにまだ技術的に未発達な機構を持つ新しい機体を作らせようとすると、いろいろな面でマイナスになっちゃうわけか。そうそう。だから1939年に設立されたばかりのマクドネルに開発をさせようとしたんだ。当時のマクドネルは独創的なアイデアなどを持ち、1940年の陸軍の戦闘機コンペに応募するなど新進気鋭なメーカーだったんだ。さらっと流したけど1年でコンペ応募ってすごいな。しかも誰も手を出したことのない分野の航空機だったので、他のメーカーにもノウハウがないんだ。一足早く他の会社よりジェット機の開発をすることで経験を積めるという意味でもマクドネルにとってはいい話だったよ。1943年8月30日に3つのプロトタイプが注文され、XFD1 という名称が割り当てられたよ。D という略符号はダグラスが以前から使っていたんだけど、最近は海軍との飛行機のやり取りがなかったのでマクドネルに振られることになったよ。開発が始まったマクドネル社では様々なエンジンの搭載方法や個数などを検討したよ。直径24センチのエンジン8個から48センチのエンジン2個まで様々な搭載方法が検討され、最終的には最も軽量で扱いやすい2発案になり、ちょうど実用化のめどが立ってきていたウェスティングハウス 19XB エンジンを2機搭載することとなったよ。黎明期だからか色々手探りって感じだぜ。エンジンは主翼付け根に装備されたよ。後ろから見ると搭載の仕方がわかりやすいね。個人的に外にちょこっと出てる感じが可愛いと思う。機体は直線翼となっているよ。黎明期のジェットによくある翼形状だね。そして前輪式ランディングギアを採用したよ。艦載機らしく翼には折りたたみ機能を備えていたり、発艦の手助けになるように RATO を装備できるようになっていたよ。武装は M2 ブローニング4強と、釣り物として HV アラドを88搭載できたよ。けど HV アラドはあんまり使わなかったみたい。爆走はできないんだな。1944年1月、最初の XFD1 組み立てが始まったよ。機体は順調に形になっていったんだけど、搭載エンジンの納入遅れや小改良のもたつきなどによって、1945年の頭にエンジンを一つだけ搭載した状態で初飛行に成功したよ。一週間後もう一機のエンジンが到着し機体に取り付けられ、本格的な試験が始まったよ。
速度試験では当時アメリカ海軍の軍用機で最速の776キロを叩き出し採用が決まったんだ。3月にはエンジンをウェスティングハウス J30WE20 に換装し、エアブレーキの追加などの改良をした量産型の FD1 が100機発注されたよ。イケイケですな。が、8月に日本が降伏し世界大戦が終結、発注は60機に減されてしまうんだ。戦争終結のせいで生産数が減らされるいつものパターン。量産機生産中も試作機で飛行試験が続けられたよ。1946年7月21日、空母フランクリン、D、ルーズベルトで着艦と発艦に成功したんだ。この日がアメリカ海軍航空隊のジェット時代の幕開けになったと言っても過言ではないと思うよ。1947年1月には量産型の FH-1 が60機全機軍に納入され、7月から海軍と海兵隊で運用が始まったよ。パイロットは訓練するときにまずは F80 で操縦感覚に慣れた後に FH1 で本格な訓練をしてたみたい。っていうかいつの間にか名前変わってんだな。これはもともと D だったダグラスが海軍向け飛行機の試作とか生産とかを始めて、D をダグラスに戻し、新しくマクドネルに H という文字を振り分けたからだよ。したがってこの機体も名前が変更されたんだ。なるほどなんだぜ。そんなこんなで運用が始まった FH-1 くん。事故で何機か失ったり海軍と海兵隊がそれぞれアクロチームで使用機として何機かが展示飛行なんかをしたりしつつ1949年の夏に最前線から退くんだ。は、や2年しか経ってないじゃんか。この時期になると後続のメーカーから高性能な新型機が出てきて性能的に劣ってきていたり、第二次大戦の教訓で戦闘爆撃機能が重視されてきていた中爆走ができないことなどが理由として挙げられるよ。開発元のマクドネルも海軍から FH-1 の改良型の試作を指示されていて、1947年1月にはその試作機が初飛行しているよ。FH-1 より性能が良かったこの試作機は後に F2H 版 C として採用されることになるんだ。ジェット機の急速な発展で、ほんの短い時間しか運用されなかったってことなのか。しょうがないか。というわけで1949年から実質練習機になり、1950年代に残った機体も順次退役していくんだ。その後何機か破海軍の倉庫に格納されたよ。短命だったなぁ。が、1964年、倉庫で眠っていたファントムくんに再び転機が、アメリカ海軍が倉庫の肥やしと化していたファントムを売りに出したんだ。これがパイロット育成用に安いジェット機を探していた民間企業の目に留まり、3機が民間企業に購入されたよ。3機の機体から部品取りなどをして2機飛ばせる機体を作って実際に訓練飛行に使われたみたい。こんなことがあるんだな。すげえなアメリカって。機銃とかもそのままついていたらしくて全部外して運用されてたみたい。そんな練習機とかした FH-1 の3機はあまり飛ばずにまた倉庫の肥やしになってしまったらしいよ。さすがに20年前の機体は古すぎたんだぜ。そんな FH-1 は展示の航空機が3機残っているよ。いつか見に行ってみたいんだぜ。さて今回はこの辺で。短命でも歴史に残る航空機だったな。名前を引き継いだ F4 が、FH-1 の分も活躍してるって考えるとなんかいいよね。わかる。それではまた次回。ありがとうございました。